アーセナルシップ。アーセナルシップは、アメリカ海軍が20世紀末頃に建造を計画していた新たな戦闘艦の種別の名称である。直訳すれば、兵器股艦となるが、一般的にその名前で呼ばれることはない。コンセプトの構想から、ある程度詳細な設計までが行われたが、具体的な建造計画までには至らなかった。戦闘艦の一種として、 海洋航行能力を備えた比較的大型の船体に、主に対地攻撃用の大量のミサイルを VLS 内に搭載するが、戦闘用レーダーを搭載せず、自衛用兵器も最小限度に止めているなど、意図的に兵器搭載量のみを拡大させた艦とされた。前例のない艦であるため、艦種の分類は定かではないが、アメリカ海軍はこれを21世紀の戦艦と呼んだ。 通常の戦闘艦は、対空、対水上、対戦用のレーダーや光学センサー、ソナーといった多様なセンサーを備え、友軍からの情報も電波によって入手して、戦闘時にはこれらからの情報を総合的に整理統合した上で、攻撃対象を選択し、攻撃指示を受けた射撃艦制装置が、ミサイルや艦砲を制御し発射、誘導を行うのが基本である。しかし、 レーダーをはじめとする電子機器類は高価であり、情報を分析した上で攻撃を決定するためには、高度な訓練を受けた多数の乗組員と、高価な戦術情報支援システムが必要とされ、艦隊を組んで対地攻撃を行う場合にも全ての艦に、これらの能力を付与することの必要性に疑問が生じてきた。アーセナルシップは建造費を抑えるため、データリンクシステムを除けば、 時間に高価な電子機器を搭載せず、目標の探索、追跡や攻撃目標の決定に関わる、あらゆる機能を省いて、決定済みの攻撃目標データを量感となる、イージス艦や、それにする司令部機能を備えた友軍から受けることで、攻撃を行うものであった。自らの武器使用の判断機能を他に委ねることで、電子機器類とともに、人員も、操船と通信、 搭載兵器の保守程度と大幅に削減できるために、艦内容積が搭載兵器へ集中でき、人件費を含めた運用コストも削減できるとされた。このような艦が考案された背景には、セック、共同航戦能力と呼ばれるシステムの開発がある。これは、複数の艦や航空機で情報を共有し艦隊の能力を高めようとしたもので。 早期警戒機や、両艦のレーダーと情報を共有することで両艦のレーダーに映ったものを、時間のレーダースクリーンに映したりすることが可能となった。これにより従来までは発見することができなかった水平線下や遠距離の目標を捉えられるようになり、電子機器を搭載しないアーセナルシップのような艦でも、あたかもレーダーを持つ艦のように振る舞うことが可能となった。 アーセナルシップのそもそもの始まりは1988年に発行されたアメリカ海軍、境界シップロシーリングスにまで遡れる。同志に乗った艦の想像図は見た目こそ、後の想像図とは異なるもののアーセナルシップのように、多数の VLS を搭載し時間には射撃管制装置を搭載しないなど、基本的なコンセプトはアーセナルシップそのものであった。この艦は、 大役海軍中将が独自の論文として発表したもので、アメリカ海軍とは直接関係ないものであるが大きな影響を与えたのは疑いようがない。ただこの論文は注目を集めたものの、すぐに海軍で採用されることはなかった。本格的にアメリカ海軍で開発が開始されるのは1995年に。 なってからで当時のジェレミー・ボーダ海軍作戦部長が航空母艦に代わる打撃力としてアーセナルシップを発案した。1995年に本格的に始まった計画は急速に進められ、1998年度予算で一隻装備を一部省いた実証試験艦を建造し VLS やセックの有効性を調べ、その後5隻の建造を行う予定であった。 しかし理論的にこのような勘が可能であってもやはり不安要素は多かったため海軍内でも疑問の声が上がり結局アーセナルシップの開発は計画をし進めたボーダ海軍作戦部長が1996年5月6日に自殺したことにより急速に勢いを失っていった一応アメリカ海軍は1997年に 実証艦の建造予算を要求するが、議会での審議の結果海軍が要求するだけの予算を付けなかったことによりアーセナルシップ計画は完全に息の根を止められた。直接的なつながりはないが、オハイオ急原子力潜水艦の SSGN 巡航ミサイル潜水艦かはアーセナルシップの考えに近い。複数の予想図があるが、いずれもステルス性に考慮した船体になっており、 ズムールと旧ミサイル駆逐艦と同じように上部へ向かうほどすぼまってゆくタンブルホーム線形になっている。艦板には環境部を除きほとんど一面に VLS500 セル前後を装備する予定で、それ以外に MLRS 多連装ロケットシステムと5インチ砲を装備する計画もあった。後部にはヘリ艦板を装備するが格納庫はないため燃料補給など、 一定の支援に限られる。ちなみに予想図に描かれている、看板号72であるが、これは、最後の戦艦ルイジアナ、計画中止に続くものでる。乗組員が50名と少なく、ダメージコントロール、艦が被害を受けた、際の応急処置に避ける人員が限られていることから、船体を二重戦閣として、被弾時に、乗組員による対応が十分ではなくとも容易に、まないようにした。 アーセナルシップの利点は、排水量の割に安価なことである。一隻あたりの建造費は最高でも5億5、0ドルとされ、それを超えてはならないと言命されていた。これは、空母、船体のみで、約50億ドルのみならず、イージス艦、約10億ドルなどと比べても、かなり低い。維持費を低く抑えることも条件に加えられており、乗組員が少ないので人件費が抑えられる。 別の利点に安全性の向上がある。アーセナルシップを艦隊へ導入するということは、従来の空母から発進する航空機による爆撃等の攻撃方法に変えて、アーセナルシップからの精密誘導ミサイルによる攻撃方法を取るという考えが背景にある。これは飛行士の命を危険にさらす必要が減るために安全となる。撃墜されれば航空機と飛行士が失われ、 製造コストと教育訓練コストや人的資源の損失につながるが、アーセナルシップではそういった要素は排除できる。新しい兵器コンセプトには不安がつきまとうが、アーセナルシップには問題点が少なからずあった。量感によって完成を行うシステムは理論上は機能するとしても、実際には予期せぬシステムの故障や運用上の障害が起こる可能性があり、 機能が複数間に分散する点でも信頼性が高いとは言えな。また一石にミサイルを集中させてしまうこともリスク分散の面から考えても好ましくない。もしアーセナルシップのデータリンクシステムが故障すれば搭載するすべてのミサイルが使用できず、多感が健在であっても艦隊の攻撃能力が激減してしまう。 当社能力の面から見ると、アーセナルシップはミサイルを最大500発以上搭載可能で、当社能力は通りの水上艦に比べればはるかに大きいが、艦載機によって反復攻撃を行える空母には遠く及ばない。また、コストの面から見ると、アーセナルシップが攻撃に使用するのはトマホークをはじめとするミサイルであるが、ジェットエンジン等の推進装置にレーダーなどの 誘導装置を搭載する対地ミサルは航空機が主に使用する誘導爆弾に比べるとかなり高価であり無誘導爆弾ではその差はさらに大きくなる。例えば誘導爆弾の一つである J ダムが約2万千ドルなのに対してトマホークは約57万ドルと桁一つ高い。関西機であれば空中給油を行い内陸部まで進行させることも可能であるがトマホークの射程は 最大でも 2000km 程度で内陸部へ攻撃を行うことは不可能である。ただしこれについては多くの都市が沿岸地域に集中していることなどを考慮するとさほどの欠点ではないとも考えられる。ミサイルは洋上で補給することも可能ではあるが、r ーレバーク級フライと EA では補給に使用するクレーンを撤去したことなどに鑑みると洋上での補給は 現状ではかなり困難を伴うと考えられる。こうしたことから、アーセナルシップが長期間持続した攻撃を行うことは、技術的にも予算的にも困難で、活躍の場は湾岸戦争初日のような敵国に対しての第一弾にしかない。対空対艦戦闘能力も持つことになっていたが、目標の探索などは他の艦や航空機に頼るため、 持続性の向上にはつながるものの艦隊としての対処能力向上につながるものでもなく、対地対空ともに活躍できる空母には遠く及ばない。空母ほどの活躍は期待できない艦であるが、その割に空母と並ぶ重要な艦と認識される可能性が高かった。アーセナルシップは予定されていた建造数が6隻と単純に少ないことに加え、完成をする艦が 攻撃や故障などによっていなくなることを避ける必要があるため複数の艦がアーセナルシップと行動を共にする必要があると考えられる。結果的に空母並みとは言わなくともそれに近い数の護衛をつける必要がある。それだけ多数の護衛が必要であればそれらの艦にそれぞれミサイルを搭載しても何ら変わりがないという話になってしまう。そして リスク分散を考えればその方がむしろ良いのは蒸気で述べた通りである。航空機は数万トンの規模の艦にしか搭載、運用できないゆえに空母の大型化は避けられないが、ミサイルは数百トンの小型艦にも搭載可能な兵器である。蒸気の複数の問題点から、アーセナルシップは当初構想されたほど費用対効果に優れているわけではないという分析ができる。 なお、同じく多数の巡航ミサイルを搭載する艦としては、巡航ミサイル潜水艦が、オハイオ級原子力潜水艦の階層として建造されている。潜水艦であれば、上記に掲げたアーセナルシップのデメリットは一部回避でき、また、既存の戦略ミサイル潜水艦の潜水艦発射弾道ミサイル発射艦を、同じサイズの多連装巡航ミサイル発射艦に、 乾燥するだけという安価な階層で済むこと、冷戦後に無用の長物と化していた戦略ミサイル潜水艦の戦術支援兵器としての再利用方法を確立したことという側面もあり、実用性が高い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。